ダニエル・ガストン・モンテネグル・カセイジャは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身の、元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。相性はロルフィ。兄のアリエルもプロ選手としてプレーした。アルゼンチンの CA 裏間の下部組織で育ち、1999年に、オリンピックマルセイユに移籍するもポジションを勝ち取れず、渡り取り生活が続く。 2000年 CA インデペンディエンテの2位に貢献。クラブの英雄であるリカルド・ボチーニの後継者として、サポーターからの人気を勝ち取る。当時のチームメイトであるガブリエル・ミリートとエステバン・カンビアスソとは仲がいい。スペインでもくすぶってしまい、裏勘で再び好成績を残し復活。翌シーズンにはインデペンディエンテの優勝メンバーとして、攻撃の軸になる。その後 CA。 ディーベルプレートでプレーし、再度海外移籍で、サトルン・ラメンス公園に移籍するも一年ある前ンに戻る。2006年に、セルフィオ・アグエロの移籍した後釜として三度目となる、インデペンディエンテのユニフォームを着て、キャプテンマークを巻いている。2009クラウス裏では12得点で得点ランク2位になった。同年夏に、クラブアメリカに移籍した。2016年2月19日、 CA インデペンディエンテから CA ヌエは地下越えの遺跡交渉が決立し CA ウラカンに復帰することが発表された2017から18シーズン終了後現役引退を発表した U-21 アルゼンチン代表として南米ユース選手権に優勝するも2連覇していた 1999FIFA ワールドユース選手権ではベスト16で敗退した 2007年4月18日チ,チリ代表戦でアルゼンチン代表デビューを果たす。2008年11月、ディエゴ・マラドーラの初戦となるスコットランド代表との親善試合に国内組の一人として招集された。ありがとうございます。